えー、じゃあ始めましょう今日はですねこの民法を武器にしようなんていうことでちょっとお話をしたいなというふうに思っております結構やっぱりどうですかねこう受験勉強されていてで民法が苦手な方とか行政法が苦手な方とか結構いろいろ、うん、あるかなと思うんですけど結構ね割とね問題解いてると楽しいのって結構民法だったりするかなと思いますけどね。 行政法はどっちかというと暗記要素が強いというイメージかもしれませんけど他の,あのこの,あの行政法あごめんなさい行政書士プラクティスなんていうことで私のこの動画なんかを行政法のね話なんかを見ていただくと ああ、行政法も深いし、面白そうだな。なんていう風にね。思っていただけるとまたいいかな。なんていう風には思います。で、逆にね。なんかちょっと民法があ,あんまりこう力が入らないんですよね。みたいなね、えー、方もいらっしゃるかもしれないので、ちょっとそんな方向けにお話をしようかなという風に思っております。あのー、実際に民法を使うような仕事って、我々どんなのがあるか？っていうことなんですけど。 よくねあの契約書の作成業務とかっていうのは行政書士の業務の中に書いてあるんですけど実際に契約書の作成を業務にしてる行政書士さんって私の周りではあんまり知らないんですね。まあ、例えばその顧問先の、えー、会社とか例えばその建設業の許可で関わった会社のね業務の請負契約書を見てくださいって言ってなんかその請負契約書にひな型持ってきてでそれでこういうのを作成してあげますとかそういうのはあるかもしれないですけど。 いわゆるなんかちょっとあの、まあ、弁護士チックな、ね、その契約書のレビューをつけるとかそういったことについてはあんまり扱わないと思いますし結構それも、うんまあ、一定の弁護士の先生から言わせると行政書士にはその契約書の作成なんか無理だろうとチェックなんかできないという方も中にはいらっしゃいます。でまあまあなんかその根拠は何、うん、となく分かるような気もしますね。で 何かというと契約書って一体何の時に使うかって言った時にやっぱりね最終的に契約書があの威力を発揮する場面っていうのは訴訟なんですよね。訴訟なんですよで実際にあの契約の解除が発生してで損害賠償請求をするっていうふうになった時に契約書に基づいてじゃあそうやって請求をすると。 でえー、その金額が不当だとかあいうことで実際は訴訟になったりとかするわけですねそうするとあの契約書の文言の解釈とかっていうのが出てくるわけですからやっぱり最初からその予防法務といっても紛争が控えているようなものについてはやっぱり紛争性、えー、これを意識したあものがあ契約書で作られていないといけないわかりますね。でじゃあその予防法務行政書士ができないかというと。 うんどうでしょうね、えー、やるとしたらやっぱりステップアッププアしなななきゃいけないいけかなっていうのはあ,ありますその民法を皆さん勉強されているとおなるほどなるほどとこうやって売買契約をするとお互いにこうやって債権が発生するんだとかっていうのは勉強しますよね。でただ実際それがあ実効性があるというか民法は何かって言ったら、えーまあ、入り口的なその権利関係とか書いてあるけれどもそれが実際に使われる場所って言ったらやっぱ裁判なんですよね。 そう考えますすとですねやっぱり民事執行法、民事訴訟法こういったところ、まあ、民事訴訟で裁判で確定してその後民事執行するという流れになりますけどこの辺までやって初めて民事法がい,いわゆるこう頭に入ってきてでそういったまあ契約書なんかも割とね、えー、しっかり見れるようになるかななんていうふうには思うわけです。ですから今民法をしっかりやっていただいてた上で さらにちょっとステップアッププア的な感じであのこれ別に司法書士の試験を受けろとかそういうことを言ってるわけじゃなくて民事絡みでちょっとやっぱり、えー、さらに上を目指したい方は民事訴訟法民事執行法までやった方がいいです。 でさらに言うと、行政事件訴訟法って皆さん勉強してますでしょ。で、行政事件訴訟法のベースにあるのは民事訴訟なわけだから、だからね、事件訴訟法はあんなマニアックなものができるってことは、一応民事訴訟法も話は入ってきやすいですよ。同じような用語が出てきますから、から民事訴訟法もね、えー、後々勉強するといいと思いますし、もう一回言いますけど、 契約書の作成とかそういったチェックとかそういったものについて仕事にできている行政書士少ないんですよ。でかつ実はすすごくニーズあるんですよ私結構いろんな会社の,その顧問で入らせていただいてでそこからよく言われるのが最近ね本当にねですってであの結構みんな割と大手のねところだったりとかも。 「いや辞めちゃってねいい人」うん、とか「法務人材で誰か先生いないですか?」と「行政書士の方とかでもなんか企業で何かやりたいっていう方いませんか?」なんて言われたりとかするんですけどせっかくね資格取ってね開業したのにで普通にまあいいですけどその,そのサラリーマンになるっていうのもちょっとなんかもったいないなと言いますか。 せっかくだから自分でビジネスやったらいいんじゃないのと思うんでそういう場合はほらアウトソーシングでそれでじゃあ契約書のねそういったチェックとかに関してもうちで受けれますよって事務所として受ければいいじゃないですか。で,ですので今うちのちょっと行政書士のネットワーク組んでるんですけどそこではいろんな研修したりとかね私がこういうビジネス面白いからどんどんこうやってやってみなさいみたいなことを言ってで、まあ、全国の,そのメンバーが各種ですねいろいろやってたりとかするんですけど。 ちょっとね今年はねその契約書の、まあ、チェックできる能力なんかをつけようなんていうことで、えー、研修なんかをちょっと今スタートしたりとかしてる段階なんですけども皆さんもね合格してちょっと民事法ちょっと面白いかなと思ったらあのぜひ来てくださいあの話聞きに来てくださいあのいきなり別に研修受けろとか言うわけじゃなくてちょっと話聞いてみてもらってああこれは自分にできそうだなと思ったらチャレンジしてみてもらっても面白いと思うし。 民法のの力がが、ね、最大限生きるる場ってていいうのが出てくると思いますで基本的な契約周りを皆さんは今勉強してますよね賃貸借契約とかですね、えー、売買契約とか勉強してると思うんですけどあの辺の考え方はすごく重要だしもういくらでももうその貸し担保責任の話とかね、まあ、ちょっと民法改正でまたいろいろ変わりますけれどもそういった話っていうのはいくらでもまた出てきますからぜひ 今民法知識つけておいてほしいなっていうのとあと相続業務やりたいっていう方も結構いらっしゃると思うんですよね。で相続業務やりたいっていう方に関しましてはですね、えー、これも相続ってねいろんなことを知識的に吸収しなきゃいけないから実は非常に深い業務なんですよ多分なんだろうなまあもちろん相続本気でやってる事務所だったら当然言えるんですけど。 なので相続やってますが名刺になんか一言書いてある程度だと前一、まあ、年通して一、ね、件とか二件とかやってるかどうかよくわからないみたいな感じの人たち多いんですね相続やってますって書いてる資料で相続実はやってないっていうパターン結構実はいっぱいあるんですけどそういう形に、あのー、やっぱり、ね、最初に入り口としてその相続の不労ー、ねえー、お亡くなりになってで、まあ、財産を受け継ぐっていうことなんですけれども じゃあどういうフローをたどるのかっていうこれは全部説明できるかって、うん、いうとなかなかね えこれ遺産分割協議書作成してあそうかその前に戸籍を取得して、うん、金融機関の手続きやるんですよねあと不動産ですよね税務申告ですよねまあなんかちらほらそうやって出てくるんだけれどもちゃんとしたフローが見えてないからなかなかビジネスとして成り立たなかったりするとあるいはいやうちの親の相続やったんでその経験をもとにっていうんですけどそんなね親の相続なんて一つのパターンやったにすぎなくて相続ってもう本当にもう全パターン 違いますからですからあの一から本当に勉強しなきゃいけないで、まあ、ある程度税務も知らなきゃいけない年金の話も知らなければいけない金融機関手続き見るわけですからそういったあの金融商品の知識もないといけない、えー、非常にこう大変なところではあるんですけれども前提としては相相続の相続法民法のこの法法民この民法の知識がおろそかですと全てが総崩れになってしまいます。 ですから今のうちにやっぱ相続法なんかに関してもですね、遺留文の計算がちゃんとできるとか相続の判例がちゃんと読めるだとか、まあ、法定相続文、うん、こういったものは理解してるんだけど大衆相続の複雑なパターンになってくるとよくわからないとかねえいろいろあると思うんですけどぜひねその相続なんかについてもビジネスチャンスはあるんだけれどもただ そのほんと独学的な感じでやろうとするとなかなかうまくいかないしある程度仕組みに乗っからないといけないと今ねうちの会社でもちょっとあの名前は伏せますけれども、まあ、ちょっとあの一部上場の図書一部の会社で えー、実際にそういう相続ビジネスをやっているようなあ会社からあちょっとお声かけいただいてで私の方でちょっと今コンサル入らせていただいてで、まあ、資料のチームアップとかも含めてちょっと任せられているところがあるので、まあ、今後ねあの相続なんかを展開したいような方あというのはあ、まあ、後にですけれども是非そういったところにも参加していただけると嬉しいななんていうふうにも思っております。ぜひね えー、この行政書士試験うーなかなかなんつうんですかね周りの人たちには伝わりづらいものがあると思うんですけれども難しい試験ですよ本当に本当に難しいで本当に難しいし頑張んなきゃいけない試験ではあるんだけれどもそこがゴールではないですまあ一つの目標ではありますよねでも試験の合格があの皆さんにとってはですねあのゴールではなくてその後に続いていくわけですねでですから今の段階で やっぱね。この民法とかね。行政法とかね。なんか苦手だとか嫌いだとか言ってる場合じゃなくてですね。これはね面白いんですよ。だって、その後お金にもなるし、依頼者からもう本当にお願いされる知識になるんですね。適当な答えできないですよね。試験だとまあ、何パーセントね。正答率があればいいとか言いますけど。 やっぱ実務の世界になったらもう、まあ、ちゃんと調べてるんですけど、えー、調べた上で、まあ、やっぱ100%正解を出していかないといけないといったところがあり,ありますからね、えー、今のうちに法律をしっかり、えー、読むと集中力を上げて、えー、試験まで、えー、臨んでいただきたいななんていうふうに思っております。 今回はこのぐらいにさせていただこうかなと思いますけれども来年はね、えー、またあの戦略的行政ホームっていう,う私がやってる、えー、そういったちょっとアカデミーがですねありますからこれレックさんで実施してるものがありますからちょっとそこに来てそ,もそこに来ていただいたあの方の多分ねブログとかもねきっと検索すると出てくると思いますからああそんなことやるんだっていうんで私ねなんか告知が下手でねあんまり告知しないんですけど えー、それでもなおあの勉強したいと思って来てくれた方とあのじっくりコミュニケーション取りたいなと思ってあんまりね人数増えすぎるとそれができないから嫌なんですけどもあのこれをたまたま見ていただいた方とかは是非連絡していただいて直接お会いしてもいいですし、えー、そんなことで、えー、またコミュニケーション取れたらななんていうふうに思っております講演会もありますから講演会もぜひいらっしゃってくださいはい、えー、じゃあ残りわずかな時間、えー、1分1秒大事に頑張っていただきたいと思いますお疲れ様でした